マックス115、そして第3試合の上野投手は116キロがマックスだったように思います。日本男子リーグ選抜ピッチャー松田仁に代わりまして高橋愛美がゲートに立ちます。松田仁が BP に戻ります。3番 BP 松田仁 SP はピッチャー2人全日本のバッテリーであり、高知パシフィックウェーブの、主力選手なんですけども、今回6月にまた、全日本の方で世界選手権ありますけども2人ともこう4大会連続、世界の挑戦に今回なるんですけどもどうでしょう心境の方、まあ、リーグ始まったばかりですけども高橋投手そうですね、まあ、4回目っていう思いはあんまりないんですけど、はい、まあ前回の大会は自分なりには手応えつかめてたので、今回も前回のようなピッチングができたら、メダルに、まあ、貢献できるのかなと思ってます、はい、なるほど、はい、肩は腰どうでしょう、前回はもう僕のエラーで最後終わってしまっているので、この2年間もそれをやり返すためにと思ってずっとやってきましたし、4回こう経験してで最近は海外遠征というのができるようになってきたので、はいうん、その外国人とやる戦い方というのもだいぶ僕だけじゃなくて周りの選手みんなが分かってきているのでこの間ニュージーランドもすごい手応えをつかんだので今回こそも5位以上で全然優勝を狙えるところにいけると思うのでもうそこを狙っていきたいと思ってます、はい、結構こう苦しんでこうお二人ともこう挑戦されてきてあの高いレベルでトップレベルで戦われてきたと思います今日はその2人をこう紹介したいというのと、高橋投手のピッチング片岡投手のキャッチングやスローイングにちょっと注目して、こちらも紹介したいと思いますよろしくお願いします。はい、高橋投手、はい、高橋投手といえば、はいもちろん右投手で、はい速球もあり変化球も球種も豊富でコントロールも良くてという印象なんですけども、はいはい自身でどうでしょう自分どういうピッチャーだとこう言えますかね、まあ、スピードにも、ちょっと一昔前はこだわってましたけど、やっぱり終盤コントロールが甘くなって打たれてるっていうケースがあったのでもう今はもうやっぱコントロールメインでやっぱコースをしかついてあとチェンジアップも多投しながらあと横のちょっと動くボールとかも使いながら、ピッチングをやってます。なるほど、はい、一番得意な球種は何でしょう得意なドロップですね、はいはい、じゃあドロップからいきます、はいはい、見せてくださいお願いします、はい、Thank you.
片岡選手、この高橋選手のドロップの特徴はどういったところですかね。綺麗にストンと落ちるところですね。この回転がいい。そうですね、回転がすごい、うん、綺麗なトップスピンで落ちる。はい、ラストいきます、はい、もう一球低めに、低めに、これしっかり縦回転をかけるっていうことが大事だと思ってるので、うんうん、やっぱり指先にしっかり日本にかかるように常に意識してやってます、うん、コースも低めに集めてましたけども、はい、それがまあ基本ですかね。そうですね、やっぱり低めのボールが基本になると思います、うん、高めから落とすドロップも使ってます。そうですね、たまに、ハイドロちょっと握り方ちょっと変えて投げる時もあります、うん、ライズはどうですか、受けててどういう感じでしょう。コントロールがいいんで、うん、だいたい構えたところ、だいたいもうミット動かないですね。そうですね、でこれで高低にきっちり投げ分けてという感じ。うん、はい、ラストいきます。そうです、まあ、ちょっとタイプの違うチェンジアップと、はい、まあ、ちょっとですけど横に動く、すごい抜けるので、この人はよくスピードが速いチェンジアップの人は多いですね。うん、そのブレーキがかかる要因っていうのは回転じゃないですか。バックスピンがふわっとチェンジ、腕振りとリリースのうまさというか、はい、うん、ラストいきます、はい、他の投手よりもブレーキがこうよくかかってるといいますか、はい、腕を大きく振ってくる、腕振りの割にこうボールがすごいブレーキがかかって、はい、まあ、すごいいいチェンジアップだなと思うんですけども、はい、そのこう工夫してるところってあります？特別ない。そうですけど、やっぱりドロップと一緒でやっぱり指先にちょっとでも長く、うんうん、持って前で抜くっていうのは、うんうん、ちょっとこうバックスピンの方になるので我慢して我慢して、はい、うんうん、できるだけ前でかつ指先かかるように意識しては投げてます。うんうんうん、その指の先までしっかり意識してるってことです、はい。
うん、横の変化ですかね。横の変化、うん、そんなに大きく動いてるわけじゃないですけど、手元で横に滑るような感じ。そうです、うん、バッターは打ちに行ってから曲がったって感じ、うんうんうん、ラストいきます、はい、これ縫い目かけてますか、ボールどうですか。縫い目はかけてないですね。こういうふうにわざとかけてない、はい、うん、いろんな握り方ありますけどね、私はこれでやってます。このツーシーム系のボール自分でこう編み出した感じ、まあ基本、まあ一般的な、なんだろう、まあ野球でもそうですけど、はい、フォーシーム、ツーシームありますけど、はい、そうですね、握りも、うん、まあ、まあ、たまにこう縫い目乗せてやったりとか、うんうんうん、外したりとか、まあ、外した方が不規則な変化が、そうです、ね、うん、かかるだろうと、はいはい、うんうん、またボールによっても変化が変わってきます、うんうん、はい、さっきの速球の、まあ、ドロップライズ、チェンジアップもそうでしたけども、はい、しっかり指先まで縫い目かけて、はい、意識するボールと、はい、まあ、ちょっと遊び心を使ってと言いますか、すね、はい、握りからわざと外して、前に大きく飛び出して投げるピッチャー、高校生、学生から若い選手まで多いんですけど、まあ、高橋選手はこうオーソドックスなと言いますか、プレートからこう、はい、後ろ足を引きずるじゃないですけど、まっすぐ前に踏み出して、オーソドックスな投げ方なんですけども、はい、今のこう若い選手たちのこうジャンピングを見てどうでしょう、どんな感じで見てます。どうでしょう、まあ、外国人なんかもそうなんですけど、はい、そうですね、結構思いっきり踏み出して、はい、まあ、スピードと球威を求めて、はい、投げてるという感じなんですけど、はい、まあ、細かいコントロールを追求するというよりはもう球威で力で押して、そうですよ、ね、空振り三振を取りに行くみたいなピッチャーがもう増えてきたんですけど、はい、逆に高橋投手は、まあ、球速もそうなんだけどコントロールももちろんこう四隅をきっちりつくというか、はい、うん、スピードもコントロールも両方こう追い求めてるピッチャーだと思うんですけど、はい、どうでしょう。そうですね、多分今のは私のフォームではもう多分スピードは、まあ、限界かなとは正直、うん、思っています。で、うん、一時その2ステップに変えようかなとも思ったんですけど、うん、結局もうこの投げ方のそのタイミングがもう体に染み付いてるので、うんうん、投げれないこともないんですけど、やっぱり感覚がやっぱ違くて、うんうん、しっくり来なかったので、もう従来通りの、投げ方でやっています。で、そうですね、まあ、他の高校生とかのピッチャー見てるとやっぱどうしてもこう、まあ、自分の考えはできるだけ低く前に、うん、飛んでほしいんですけど、やっぱり、まあ、2ステップになるとやっぱりどうしても上へ飛んでしまう子が、うん、いるので、うん、できたら前になるほど大きく飛んでくれた方がもうちょっとスピードも上がるのかなと。なるほど、はい、私は思います、はいはい、ご自身も世界のソフトボールもこう長く見られてきて、はい、いろんなピッチャー見られてきたと思うんですけど、はい、自分がこう子供たちや若い選手を指導するときも基本的にはこう高橋選手のご自身の投げ方のようなものを基本にして教えられてるって感じですか。そうですけど、まあ、でもピッチャーによるか、はい、脚力のある子とかやったら、うん、2ステップでもいいと思うんですけど、うん、はい、脚力ない子とかやったらやっぱこういうフォームの方が安定はするのかなと、うん、はい、思います。その選手の体格、脚力、はい、まあ、運動能力等に応じてということですかね。わ、ねはい、かりました、ありがとうございます、はい、練習とかでよくやってることでも、そうですね、うん、まあ、結構なピッチャー陣がやってると思うんですけど、うん、重たい、うん、カラーの色のついたボールを、まあ、皆さんがどういう意図で投げてるかはちょっとわからないですけど、私の場合は重たいボールをしっかり握ってかつ回転を意識して、重たいボールってやっぱり低く入って、前で抜かないと、うん、なかなか遠い距離投げれないので、うんうん、はい、そのためにそのボールが作られてるのかなとは自分は思ってるので、うんうん、そこをまず意識してながら、でそれでちょっと肩作って、まあ、普通のボールを投げるようには、しています、うん、で今の私の勤務先の高校生にも必ずそれをやらして、ゴムボール
を投げさせています、うん、なるほど、はい、分かりました。ライチェナイス、はい、ドロー、ナイス、チェ、さあラスト得意なのいきましょう。1球、はい、OK。